はい、メッチチャンネルです。メッチメッチメッチ、髪の毛洗ったのが16日に洗って、17日も紫シャンプーとトリートメントしました。それでは本日、髪の毛17日目ですね、ではじゃあ18日目は髪を洗いませんでしたということで、この髪の毛を洗わない時はどうやって匂いを取るか、もうやっぱ臭いですもんね、これ。やっぱ仕事上ちょっとあの煙とかこう出るんで、やっぱ匂いつくんですよね、いろんな匂いが。それを僕なりのあの髪の毛をちゃんと大事にした上の保つ方法を、僕なりですけど、言おうと思います。まずこのオージュアの、この洗い流さない、トリートメントをピッピッってつけてこうつけます。これで匂いはだいぶ軽減されるかなと、これを塗りたくります。頭洗ってないですからね。つけてたっぷりつけた上のドライヤー、これで匂いを飛ばします。これでいい感じです。たっぷりこうトリートメントしましたと、洗い流さない。だから、髪の匂いはこれで王子は消してさら、あの匂いを消した上のツルツルサラサラこうトリートメントを補強した上のドライヤー。意外と消えるんですね、これ。だからこれはやはり洗い流さないトリートメントプラスこれドライヤーありです。これであの2日に一遍髪の毛を洗っていけたらいいなと。僕の職場環境はもうすごくやっぱあの匂いがつく環境なんですけど、これでも全然、周り言わんだけかもわからんけど髪色は維持できております。メッチャンネルでした。チャンネル登録とあのグッドボタン、もうどうにかあのチャンネル登録者数を増やしたいんで、目標10人です。メッチャンネルでした。よろしくお願いします。グッドボタンよろしくお願いします。